7番の奥手が6番手ですさあこのあたりは7番の奥手亮が後ろから動いていきました まずはは中部星ががが本棒を崩ししししてててまままままいいりりすす確認したた番のの佐川翔吾はどうするか打賞に入っっ少しペースが上押がさ、ま、えた7番の奥出亮そして3番の佐川が3番手まで上がってまいりまして内が4番の木村さあ木村にくさびを打ってここで近畿勢が飛び出してまいりましたジャンマイ主導権を握って3番の佐川追走が1番の藤木そして後ろから4番の木村4番手まで上がってまいりましてさあ巻き返していくんでしょうか3番手はちょっと6番の坂本が口が開いております。 でしょうか3番の坂川が飛ばしていって2番手、絶好が1番の藤木3番手には6番の坂本がついていって近畿勢ががっちり三者主導権を握っているさあ、一本棒ここで崩れて4番手から4番の木村由来がまくってくる1番の藤木がこれを止めにかかってくるおっと4番の木,木村に転倒落者のアクシデントそして5番の藤木も絡まれている4コーナー回ってきた外を通ってそれでも1番の藤木藤木先頭で5塁2着には7番の奥で